皆さんこんにちは。僕らは今東京国際空港羽田空港の第3ターミナルに来ております。羽田空港第3ターミナルということで国際線の出発フロアになるんですが、本日なんですけども、今からヨーロッパに向かいます。で、今回利用する航空会社、初めて使う航空会社ですね、イタリアのイタウェイズ ITA ですね。こちらの航空会社使って今からイタリアローマに向かいます。イタウェイズ、前身はねアリタリア航空だったんですけども、まあ経営的にねいろいろ厳しくなって、まあいろいろとあったわけですが、今はねイタエアウェイズということで名前を変えてね、まあ、新たに道を進んでいるという形の航空会社です。で、この航空会社なんですけども、スカイチームに加盟しているんですよね。ただ今後ねルフトハンザグループに、吸収される予定でして、まあ、吸収というか合併される、まあ、吸収でいいのかな、される予定でして、スターアライアンスになるんじゃないかと言われています。ただしこのね吸収に関しても結構難航しているみたいで、まあ、なかなか進んでいないのが現状です。まあ、そんなイタウェイズ、今現状はスカイチームの航空会社ですね。こちらで今回ローマまで約14時間のフライトなんですけどもね、乗っていこうと思います。おそらく羽田発ローマ行きはイタウェイズの最長路線になるんじゃないかな、14時間というのは。他にもね、イタリアローマとかから、アメリカロサンゼルスとか、あとね、南米の方とかにも就航していたりするんですけども、唯一の東アジア路線になるのかな。今回は東京発ローマ行き利用してね、ローマまで向かいます。ということで本日もよろしくお願いします。イタウェイズのチェックインカウンターデーを使っています。で、割と今回直前に航空券買ったんですけども、結構安くてね、片道10万円ぐらいでした。正直ヨーロッパへの直行便で10万は結構安いんじゃないかなと思います。もっと早く買うとね、かなり料金はね下げることできるんじゃないかな。あとね、ヨーロッパの航空会社は注意事項としては、もちろんフルサービスキャリアではあるんですけども、最安運賃とかを選ぶとね、預け荷物とかも有料とかになってくるんですよね。もうヨーロッパのエアライン使うときは、これ毎回言ってますけども、ルフトとかもそうですけどもね、まあ、基本的に LCC となんか同じような感覚でいた方がいいですね。預け荷物とか座席指定とかに関しても全て有料っていうのが基本になっています。で、今回エコノミーで行くんですけども、割とね高めの運賃だったのかな。もう直前に買ったということで、安い運賃というのは売り切れていたんですよね。で、勝手に座席アサインされて通路側前方になっています。で、この前方の通路側なんですけども、一応エコノミーコンフォートっていうね、まあ、エコノミークラスなんだけども、ちょっと足元広いシートみたいな、そういう座席になっているんですよね。で、今現状ですね、エアバス A350 使われていて、ビジネスとエコノミー2クラスのイタウェイズなんですけども、今後ですね、夏以降は、プレミアムエコノミーが搭載された A350 が使われるみたいです。はい、まあ、今回はエコとビジしかない、エアバス A350 ということで、エコノミーでね、今から14時間乗っていくんで、ちょっと憂鬱ではあるんですけどもね、まあ、10万円という安い運賃で今回ヨーロッパまで行けるんでね、よろしくお願いしますと言ってるわけです。で、フライトスケジュール見てるんですけども、イタウェイズに関しては結構機材カツカツで回してるんじゃないかな。今回この上から3つ目とも定刻12時25分発のローマ行き AZ793 便乗るんですが、すでに1時間の遅延になっているんですよね。で、調べるとね、結構遅延率高いです。なので、定時運行率はかなり低いってことはね、頭に入れておいた方がいいかもしれないね。割とも2、3日に1日1回ぐらいは遅延してるイメージ。で、今回ちなみにね、このイタウェイズなんですけども、ANA と実はコードシェアしています。さっきも言いましたけども、今現状スカイチームの航空会社なんで、あれなんですけども、一応 ANA と個別に連携はしているんですよね。ただ今回僕はイタウェイズの公式サイトから航空券購入しているので、もちろんあのスターアライアンスゴールドとか持っていてもね、そういった効力発揮することできないですし、プレミアムポイントとかね、マイル、ANA マイルとかをね、貯めたりすることはできません。まあ、なので今回は普通にあの、エールフランスのマイルですね、フライングブルー、こちらをね、貯めています。はい、ということで、チェックインカウンターはデーなんですけども、すでにもうチェックインもしてね、航空券も受け取っています。もうこのまま早速出国しようかな。もう言うて出発まであと1時間半ぐらいなんでね、サクッと日本出国に進もうと思います。では羽田空港からね、日本出国しようと思います。この時間帯はね、非常に空いているんで、国際線めちゃくちゃいいですわ。羽田空港朝と夜以外は結構空いてるんで、国際線ね、快適に出国できますね。ちなみにスカイチームに関しては僕ステータス何も持ってないので、しかも今回エコノミー利用なんでね、ラウンジとか使えないですし、うん、まあまあその辺はもう仕方ないね。単純に14時間頑張ろうって感じです。あ、一応ね、あのエコノミーコンフォートなので、今回優先搭乗はできるのかな。エコノミークラスとしては一番最初に乗れるみたいです。グループ2番になってたわ、はい、ということで日本出国して制限エリア内入ります。保安検査抜けてね、日本も出国しました。今回なんですけども、140番台のゲートなんで結構遠いと思うんですよね。でも一応プライオリティパスで、奥のラウンジ行けるんだけども、反対側になるので、ちょっと今回もラウンジはすいません、パスします。はい、このままゲートまで向かいましょう。もう今日シャワーもね浴びてきてるんで、個人的に問題ないかなって感じですね。ティアットラウンジもあるんだけど、ティアットはね、午前1時から午前5時しかピーパス使えないで書いてるんだよね。これ上のラウンジなんだけども、うん、まあいいや。はい、ということでこのままゲートまで、結構遠いと思うんですけどもね、頑張って歩きます。さすがに今回145番結構遠いですね。ちなみに
スカイチームのラウンジとしてはデルタ航空のラウンジがありますね。なので、まあ、スカイプライオリティ持っている人とかね、ビジネスクラス利用する人はデルタのラウンジ使えますね。デルタスカイクラブってやつかな。今ね12時40分なんですよね。あと10分で搭乗開始になります。145右かな。まあ、基本的に ANA とか JAL はねこっち側のゲート使うことあんまないので遠いね。ユナイテッドとかも確かこっちはね。あ、147だ、ここってことは145はもうすぐか。あ、いたいた、垂直尾翼が見える。初めて乗るね、イタエアウェイズ楽しみですね。本日の飛行機こちらになります。イタエアウェイズエアバス A350-900 ですね。先ほども言いましたけども、現状はビジネスとエコノミーの2クラスなんですが、夏以降ビジネス、プレコ、エコノミーの3クラス仕様に変わる予定です。まあ、結構カツカツで A350 多分6機とかしか持ってないのかな。結構数少ないんですよね。なので2日に1回ぐらい遅延はしているんですけども、まあ、今日はね1時間遅れての出発ですね。ちなみにローマ到着は現地時刻で夜の9時ぐらいになる予定です。かっこいいねこれ、ブルー一色。いや、いいわ、目立つけどね。ゲート前に来てるんですが、もう少し搭乗開始まで時間かかりそうですね。イタウェイズの AZ793 便になります。ローマフィウミチーノ国際空港行きですね。ちなみに今回利用するエコノミーコンフォートなんですけども、普通にエコノミーで座席指定しようとすると2万円ぐらいいるんですよね。めちゃくちゃ高い。まあ、そんな座席今回無料でアサインされてるんで、まあ、個人的にはラッキーかなといったような感じ。まあ、通路側にはなるんですけど、14時間のフライトなんで、まあ、むしろ通路側の方がいいっちゃいいよね。ちょっと離陸のシーンは撮れないけど、多分 A350 モニターついてると思うので、それでなんとか離陸のシーンも撮れるかな。ということでもうしばらく待ちましょう。いや、スカイチームのステータス、スカイプライオリティってスターライアンスゴールドとか、ワンワールドのステータスとかよりも簡単に取れるんで、カード作ればいいだけなんでね、取ればいいんだけども、なんかなかね取る取る言うてて結局取ってないんですよね。うん、まあ、また一応言うときますわ。ここで次スカイチーム乗るときまでにスカイプライオリティゲットできるようにしておきたいですね。ということで、お客さんの層ですけども、まあ、やっぱ日本人は少なめですけど、ツアー客の方がいらっしゃいます。日本人の団体のね、それ以外はもう欧米の方ばっかりって感じかな。まあ、安定の客層ですね。搭乗開始になったんで乗っていきましょう。ちなみに横にはブリティッシュエアウェイズがいるね。ロンドン行き、まあ、あれもね同じぐらいの所要時間かな。イタエアウェイズ最長の東京ローマ線、14時間頑張りましょう。機内入りました。 A350 なんでエコノミー333ですね。ビジネスはもちろんフルフラットシートになります。で、30列目から34ぐらいまでが確かエコノミーコンフォートになるんですよね。今回33列目 J 席窓側になります。一番前が33ですね。ちょっと窓側に人が入るまで待っておこう。まあ、こんな感じの座席ですね。これ最前列だけど、まあ、最前列は足元めっちゃ広いね。当たり前だけど。Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome on board the Starways flight to Rome. To speed up boarding operations, we kindly inform you that your head compartments are reserved for Charlie's and Bucket only. ちなみにビジネスこんな感じですね。121の座席配置、ヘリンボーン型になっています。まあ快適そうな座席ではありますね。エコノミーコンフォートの区画ですけど、めちゃくちゃ広いわこれ足元。正直プレコなんじゃないかっていうぐらい広いですね。これだったら14時間全然快適に行けそう。ちょっとなかなか動画だとね伝わりにくいと思うんですけども、正直ヨーロッパ系のエコノミーって結構狭いイメージがあるんで、それとはなんか全然対照的ですね。プラス2万円かかる座席ですからね、エコノミーの中でも。まあ、それを今回無料でアサインしてもらいました。ちゃんとね可動式の枕もついてるし、ヘッドレスト機能もついてますね。座席上にはねクッションとあとブランケットが用意されています。今回は通路側ではあるんですけども、足元が超広々しているんで、これだったら14時間でも余裕そうですね。はい、安全のしおりはこちらですね。ちょっとボロいですけど A350 になります。多分今後この機材もねプレーコ付きに回収されるんじゃないかな、と予想します。で、肝心のその座席のピッチなんだけど、これね
めっちゃ広くないですか。余裕で足組めるし、拳はね 2.5 ぐらい入る。正直なんかプレミアムエコノミーなんじゃないかってぐらい足元広々快適ですね。モニターはこんな感じで比較的大きめのモニター、新しいです。 USB ポートついてて足元にコンセントついてます。いらっしゃいませ。日本語表記もできますね。これでね、片道直行便で10万ってめちゃくちゃ安いと個人的に思います。いい買い物したわ。時刻は13時12分ですね。順調に搭乗進んでます。ちなみになんだけど、着替えカメラついてなかったですね。なので今日は離陸は音だけでお願いします。ドア閉まったみたいですね。ほぼ満席です。Ladies and gentlemen, we kindly ask you to pay attention to the following presentation concerning safety procedures and equipment of this aircraft. Thank you. Il bagaglio a mano deve essere sistemato sotto la poltrona davanti a voi o negli appositi alloggiamenti di sopra di voi. Your hand baggage must be placed under the seat in front of you or in the overhead lockers. Allacciate la cintura di sicurezza e regolatela. Per slacciarla, sollevate l'apposita parte della fibbia. Vi suggeriamo di mantenere la cintura di sicurezza sempre allacciata e visibile quando siete seduti. Fasten your seatbelt and adjust it. To release it, lift the top of the buckle. We suggest to keep your seatbelt fastened and visible while seated. Chiudete i tavolini, posizionate lo schienale della poltrona verticalmente e alzate gli oscuranti dei finestrini prima del decollo e dell'atterraggio. Lock your tray tables, make sure that the seat back is in the upright position, and raise your window blind for takeoff and landing. In caso di depressurizzazione, le maschere per l'ossigeno si renderanno automaticamente disponibili. Prendete una maschera e attivatela tirandola verso di voi. Coprite naso e bocca, regolatela e respirate normalmente. Indossate prima la vostra maschera e poi aiutate chi necessita della vostra assistenza. La maschera per l'ossigeno funziona regolarmente anche se il sacchetto di plastica non si...離陸してベルトサインが消えました。
多分ね、すぐ昼食の提供が始まると思います。まあ、イタリアの航空会社の機内食なんでちょっと楽しみですね。前の方全開でリクライニング倒してるんだけど、やっぱコンフォート、足元広いのでそんなに窮屈感もないですね。全然快適に14時間行けそうです。A350 のライディングシステム、結構綺麗よね。My name is Paolo Santa Rosa, the senior cabin manager of your flight today on behalf of Italy with the Sky Pacha. I will try to welcome you on board. コンテンツの確認をしておきます。映画の本数はね、かなり用意されてて、日本語にもね、対応してますね。ただ、日本の映画はなさそう。こんな感じで本数は多いです。で、エコノミーの乗客にはね、イヤホンが配られました。ヘッドホンではないですね。全員イヤホン、ちょっと安っぽいね。で、フライトマップなんだけど、いつもの 3D マップス開くのは開くんだけど、ちょっとバグっててね、現在位置とかを表示できません。結構起動も時間かかるな。ガーナとかね、コートジボワール、なぜかアフリカをね飛行していることになってます。ずっとアクセス中で現在位置をね読み込めないんですよね。ちょっとこれ残念だな。だからあと何分で着くとかも分かりません。まあ暗いかな。映画とかは見れるんで、まあ行っちゃいいんだけど、全体的に起動が遅いね。まあこんな感じです。この座席なんですけども、レカロのシートになってますね。レカロって書いてるわ。なので、あの日本航空のエアバス A350-900 とかの座席とほとんど一緒ですね。あれも確かレカロよね。通りで見たことあるような感じのシートだなと思ってたんですよね。まあ、同じ A350 ですし。機内食が提供されました。今回なんですけども、日本食を選択しました。焼き鮭になります。これもちろんね、日本で作った機内食になるので、味のクオリティはかなり良かったです。これちょっと見えないですけども、下にね大きい焼き鮭が入っていましたね。味付けもちょうど良くて美味しかった。まあ、ご飯もね普通に美味しかったですね。小鉢までしっかりとつけてくれて、ミートボールにかまぼこ、あとは春雨サラダで、サラダにブレッド、ゼリーになってます。なかなかね、機内食のデザートでゼリーでのも見ないと思うんですけども、普通の美味しかったね。で、飲み物なんですけども、赤ワインとコーラいただきました。もちろん白ワインもあるし、ビールとかね、他にもソフトドリンク結構載せてます。スパークリングワイン系はなかったね。シャンパンとかはエコノミークラスではいただくことはできません。
まあ、日本初の機内食ということでね、まあ、日本で作られているので普通に美味しかったです。イタリア料理の方パスタでしたね。まあ、それはそれで結構美味しそうでしたけどもね。コンフォートに関しては前方なんでサービスも最初に実施されます。まあ、これはねプレーコとかもそうですけども、前方席のメリットって結構ありますよね。さっとサービス終わるんで、個人的には前の席好きですね。離陸してからねだいぶ時間経ったと思います。今の時間がイタリアの時間で9時42分とかですかね。昨日普通に寝不足でめちゃくちゃ眠たいんで今うとうとしてたんですけども、相変わらずねモニターは使えないので、まあ、今実際どこ飛んでるのかとかは全然わかんないですね。ハリーポッター見ながら寝ようかな。次また着陸前とかに機内食あると思います。別になんか電気消えると、電気はね消えてるんだけどブラインド閉めてとかねそういったのは言われないので、まあこんな感じで普通に明るいですね。まあ今日のフライト夜着なんであんまり寝すぎるのは良くないね。時差ボケするんで、まあ、前半のうちにパッと寝といて後半は起きておくっていうのがいいのかな。はい、まあ、そんなこんなでのんびり過ごします。いや普通にねコンフォート自体はね足元広々しててねかなり快適に過ごせてます。まあ、やっぱ通路側なんで隣の方がねトイレ行くときとかはどかないといけないけど、まあ、もうそれはしゃあないわ。おはようございます。東京羽田空港離陸時から出て6時間半ぐらい経過、イタエアウェイズ順調に、ね、飛行しています。結構寝ましたね。昨日の分の睡眠不足は解消されたかなといったような感じ。こんな感じで機内ずっと明るいんで結構起きてる方が多いですね。僕は爆睡していました。ただこれ以上寝ると時差ボケになるのでここから先はねもう起きておきます。後ろから見るとエコノミーこんな感じですけども、もうぎっしり埋まってますね。ちなみになんですけど機内後方にねドリンクバーみたいなカートが用意されていまして、オレンジジュースとかコーラ水はね用意されてます。もうお客さんが、ね、勝手に飲んでってって感じですね。コップに入れてみたいな、こういうスタイルは結構好きですわ。長距離線あるあるですね。はい、ではそろそろ席戻ります。なんか結構慌ただしくなってきてるので、もしかしたらなんか何かしらサービスが始まるかもしれないですね。まだあとね半分以上残ってるんで、まだ7時間半ぐらいあります。ライト時間長いですよ。ほんと遠いねローマ。ちなみにイタエアウェイズに関してはロシア迂回で北回りで行くんじゃなくて南回りルートで飛んでるんですよね。なので ANA とか JAL、それ以外のブリティッシュエアウェイズとかとはまた違った飛び方でヨーロッパ目指してます。トイレの方に行きました。トイレはね真ん中と後方にありますが、この A350 真ん中ギャレーないんですよね。なので結構すっきりとした見た目になってますわ。ギャレーは前と後ろにだけあります。でトイレこんな感じ、イタウェイズの石鹸が用意されてますね。結構このロゴ好きだよ、イタエアウェイズのロゴね。アリタリアよりも全然なんかかっこよくていいよね。まあ、トイレこんな感じになっています。結構綺麗ね。赤ちゃん乗せる台も用意されてますね。オシュレットとかそういったのは日系ではないのでついていません。まあ、特に何も言うことないけどこんなトイレでした。こちらエコノミークラスの前方のブロックおよび、コンフォートエコノミーのブロックになるんですが、こっちの方がちょっと暗めに、ね、なってますね。ブラインド下げてる人が多いからかな。ちなみに Wi-Fi も積んでいて Wi-Fi に関しては有料になっています。なので、まあ、どうしてもつなげたいという方は加減するといいと思います。結構フライト時間も長いんで Wi-Fi 使う価値はねあると思いますよ。2回目の機内食の提供が始まりました。軽食ですね。おにぎりかサンドイッチだそうです。おにぎりかな。
ちらがですねおにぎりになります。梅ですね、あとはリンゴジュース。今はねアルコールの提供はしていないみたいです。今回ねフライトマップが使えないので今どの辺飛んでるのか全然わかんないんですよね。下には陸地が見えるんですけどもどこだろう、もう全然見当もつかない。ちなみにね東京羽田空港に陸地からだいたい9時間半ぐらい経過しています。あと4時間半なんですよね、まだめっちゃ遠いわ。あのめちゃくちゃ長いハリーポッターの映画一本見たんだけどそれでもまだまだ長いね。また今ギャレーの方に飲み物取りに来たんだけどギャレーねめちゃくちゃ人多い、やっぱみんなずっと座ってると疲れるからこの後ろの部分とかに立ったりしてるんですよね。外資系あるある、日系やらないんでねこういったことするとちょっと嫌がられるんですよ。用ない人は座っといてくれみたいな感じの放送流れたりとかするんだけど外資系は別にそんなの特にないよね、うん、特に欧米人がたいいいからさやっぱエコノミーに長時間座ってるのしんどいのよね。イタウェイズのコップね、リンゴジュースになってます。ずっとこんな感じの明るさが続いてますね。今日のフライトはずっと昼間だよ。多分今の時期ねヨーロッパ8時とかでも明るいと思うのでこの感じが続きますね。座席に戻りました。やっぱり今ねエコノミーの席のを見てきたんだけどエコノミーとコンフォートエコノミーでかなり違うね。足元の広さこれはね2万円の価値全然あると思う、まあ、今回みたいな14時間とかのフライトだったら他ちょっとめちゃくちゃ狭そうだもん正直。でもコンフォートエコノミーかなり足伸ばせるし足も組めるしねかなり快適に過ごせてますね。だからその普通のエコノミークラス長時間乗った時の疲れとかは全く感じない、うん、そんな感じです、まあ、もちろんフラットとかにはならないのでそれビジネスクラスとかと比べるとね全然違いますけども、まあ、でも追加2万でこれになるんだったらありだと思うし、まあ、今回はねオンラインチェックインの時に、まあ、勝手にここアサインされてたんでマジで感謝ですね、まあ、ちょっと高めの運賃だったからだと思う、まあ、それでも10万ですからね今回片道めちゃくちゃ安い。あとサービスも一番最初に始まって一番最初に終わるんでパッと寝たい人とかにとっても前方席は本当にいいね。まあ、今後ねプレーコ搭載の機材が出たとしてもこのコンフォートエコノミー自体の設定はなくならないと思うのでちょっとプレーコも高いなーって方はねぜひコンフォートエコノミーねおすすめします。あれからですねだいぶ時間も経ちまして今イタリアの時間で午後6時半ですね。日本時間だともう深夜の1時半とかになってます。もうあとねだいたい2時間くらいで着くと思うので多分そろそろね機内食3回目提供されると思います。相変わらずモニターはねマップに関しては見れないのでどこにいるかわかんないんだけど、まあ、目的地はここですね。時間的にはここ最近のフライトで一番長く感じるね。多分ずっと起きてるからだと思うんだけどね。3回目の機内食の提供が始まりました。これねカートなんだけどアリタリア時代のロゴ残ってるんだよね。このカートにもアリタリアって書いてるしその辺は使い回してるんでしょうね。3回目の機内食が提供されました。3回目なんですけども、まあ、食器とかをね使わずに食べることができるようなメニューになっています。こちらホットミールでこれ外ピザ生地で中にバジルチキン入ってました。めちゃくちゃ美味しかったですね。でこのサンドイッチなんですけども中にポテトサラダが入っています。これもうまい。であとはナッツとクッキーですね。で飲み物なんですけどもイタリアのビールいただきました。これめちゃくちゃ飲みやすくてね美味しかったですね、まあ、ちょっとね量は少ないんですけどもクオリティはね全く問題なかった。めちゃくちゃ美味しかった。さすがはねイタリアの航空会社ですね。一応夕食です。
3回目の機内食も食べ終えて時刻はね19時30分になっています。一応到着時刻は1時間5分遅れの21時15分になってるんだけど、まあ多少はね装着するんじゃないかな。長靴のような形をしたイタリア。今現状ね、日本からの直行便はこのイタエアウェイズのローマしかありませんが、今年からね ANA がミラノに就航する予定ですね。ちょっとその路線もね乗ってみたいなと思ってるんで、まあ、おそらく初便に乗るかは分かんないけど乗ることになると思います。まあ、イタリアはね日本人にもかなり人気の観光地ですからね。ちょっとまた揺れがね強くなってきましたね。まあでも今回のフライトはね結構全体的にまったりした安定したフライトになってて、最近結構国際線揺れることが多いんだけど、今回のフライトは別にそんなことなかったですね。ということで多分あとも1時間ぐらいで着くじゃないかな、はい。まあ、そろそろ着陸の準備にも入るといったような感じ。いやもうさすがにね14時間、今回はなんかいつも以上に長く感じたんで早く降りたいね。疲れてはないんだけどコンフォートなんで結構快適なんでね、かなり時間は長く感じました。時刻は午後8時半になろうとしています。ローマフィムチーノ国際空港に向けて着陸態勢に入りました。結構機内もね慌ただしくなっています。9時前には着陸できそうですね。S350 なんだけど機外カメラがないのはちょっと残念ですね。まあしゃあないけど、この飛行機ね儀礼大体5年ぐらいなんだけどちょっと古いかな。なんかところどころ座席潰れてたりもするんで、そういった若干の古さはね感じさせますね。飛行機しました。14時間以上ぶりの地上ですね。フライトスケジュール上だと14時間45分なんですよね。めちゃくちゃ長い、本当に遠いね、ヨーロッパ。まあ、ロシア迂回の影響があるので、まあ、これぐらい時間かかるわけなんですけども、いやさすがに疲れたな。まあ、座席自体は非常に快適だったんだけど、単純にやっぱずっと飛行機乗ってると疲れるよね。はい、ということでこのまま、イタリアに入国というよりかは宣言、圏内に入国する形になります。ヨーロッパは3週間ぶりぐらいかな。マドリード、まあ、経由でしたけどね、あの時はブラジル行く時のあれ以来になります。ではイミグレに進みましょう。ザ・ヨーロッパって感じの空港ですね、雰囲気がね。
上のフロアに来るとね、今回乗ってきた飛行機見えました。東京羽田空港からお世話になったエアバス A350-900 ですね。いや、お疲れ様でした。僕らももちろん疲れるけど、飛行機もね大変よね、はい、ということで夜9時過ぎてるんですけども、もう間もなくさすがに暗くなるかな。そんなイタリアローマの地です。イタリアというか宣言協定圏内に入国しました。でなんですけど、飛行機降りてから1時間かかりましたね。本来だと日本人自動化ゲート使えるのでサクッと入国できるはずなんですが、自動化ゲートの運用が終わっていたんですよね。なのでもう大行列の意味ぐらい並びました。今回 ITA エアウェイズだけじゃなくて、他のエミレーツ航空とかそういった航空会社の便も到着していたみたいで、めちゃくちゃ混んでましたね。まあ、なんとか1時間で出てこれたのでよかったからって感じなんだけど、14時間フライトの後の1時間待ちはね結構疲れるね。はい、ということで、まあ、無事イタリアローマに到着です。もう今の時間は夜10時ということで、かなり遅い時間帯、さすがにもう外はね真っ暗になっています。はい、ということで今回なんですけども、 ITA エアウェイズですね、アリタイア航空の、まあ、更新となった航空会社使ってきましたけども、まあ、初めて利用したんですけども、ヨーロッパの航空会社にしては、CA さんの雰囲気とかもめちゃくちゃ良かったです。正直ね、ヨーロッパの航空会社僕あんま好きじゃなくて、結構高圧的な CA さんが多かったりとかするんだけども、まあ、今回のイタエアウェイズに関しては全然そんなことなかったですね。うん、また今後もね、安い航空券があれば積極的に使っていきたいなというふうにも思うし、まあ、皆さんにもねおすすめできる航空会社かなとも思います。まあ、今回コンフォートエコノミーっていう、まあ、エコノミーの前方ですね、プラス2万円する座席使ってきたんですけども、足元めちゃくちゃ広々していたんで超快適でしたね。うん、まあ、エコノミークラス、まあ、プラス2万円なんでちょっと高く感じるかもしれないけど、まあ、14時間フライトであることを考えるとね、全然課金する価値はね十分にあるんじゃないかなと思います。で、まあ、今後夏以降に関してはプレエコーとかね、そういった機材、搭載の機材っていうのが運用に入ることになるので、またそれもね機会があれば乗りたいなというふうに思いました。はい、まあ、あとはねちょっと遅延する率が高いっていうのは、まあ、うーんって思うところかな。うん、2日に1回の遅延は結構多いと思います。ちなみに明日ね、東京発の、イタウェイズに関しても遅延すること確定してるみたい、1時間ぐらいの遅れみたいになってるみたいですね。はい、まあ、そんなことで、まあ、とりあえず無事にね到着できたんでよかったかなと思います。今回はイタエアウェイズの羽田空港からローマフィミチーノ国際空港までのエコノミークラスのレビューでした。最後までご視聴いただきありがとうございました。